で、これでしばらく仕事をしてたんですけど、今から6年前ですね、鑑賞法っていう、今日皆さんに覚えてやっていただこうとしている、ね、腰痛治してもらおうとしている鑑賞法っていう治療方法に気がつきます。で、この鑑賞法っていう治療方法に気がついたときに、私は1年間かかって社会復帰できたってお話しましたけど、鑑賞法という治療方法は、私が1年間かけてこうなくした痛みは10分ぐらいで済んだよ。信じられないと思うんですよね。すんごい早く速効性のある治療の仕方なんですよ。で、これが体の痛いのがどうして痛くなってるかを知ってるわけですよ。構造的にね、原因がもう科学的に分かっていて、その原因をあっという間に取り除くができる治療の仕方ができたんです、できたというか気がついたんですね。で、これ気がついたときに自分が思ったことは、昔の私みたいにすごい痛くて困ってる方は世の中たくさんいるはずなんで、この治療方法をちゃんと確立ですね、体系化をして広げたら皆さん治るってことなんです。で、この日からこの日まではね、医療以外のこともやってたんですよ、仕事を。でもこの日からもう医療一本で始めました。で、広げ始めたのはその年の11月です。今日皆さんに覚えて鑑賞法ってやってもらうのは8月ですね。2008年の8月に今日皆さんにこうやるんですよっていうやり方をお伝えしますから、それが出来上がったと思います。で、この2年以上前かな、お医者さんとかにね、教育2年半ぐらい前です。技術だとか、その人間の体の仕組みのこととかを教え始めてまして、さっき言った論文とかを発表してます。で、先ほどの腰痛とか喘息とかね、花粉症とかって話まで出てきましたけど、鑑賞法というこの治療方法を使って一番簡単に治せるものは何ですか、どういう症状ですかって聞かれたら腰痛なんです。